はい。だが今一つだけ教えておこう。はい。親友であり敵であったセスはな。はい。この俺が殺したんだ。お前の兄と同じように。え？殺したって。あっ！って何可愛らしい声出してるのよ私。犯人は現場に戻るっていうのがやっぱ基本よね。バイバイ。行くのか？ええ、私はまた医者になってみようって決意したしね。こんなところで立ち止まっているわけにはいかないのよ。そうか。セスの話だったな。はい、あとはキリエさんの。ああ、そうだな。じゃあ話すとするか。だが少し嫌な部分もあるから、それは覚悟してくれ。はい。まずシュガーが少し言っていたと思うが、先にセスとキリエの関係が兄と妹だということを言っておく。兄と妹。そしてセスは俺の親友だった。キリエにももちろん会ったことがある。だが俺たちはその時すでに違う組織に属していた。しかも対立している組織だ。はあ。組織とは言っても大したものじゃない。チンピラの、しかも真似のようなもので、不良のたまり場だった。そこにアランさんが。俺は知り合いにそそのかされて入っていたんだ。だからそれほど奴らの活動には参加してなかった。俺はただのアウトローで小難しいことばかり考え、それを頭の中で終始しているような人間だった。はい。そして俺はその頃モーリスの世話で大学に行っていた。なぜ行くようになったのかは、まあなんとなくと言うしかないが、自分が何をできるか、それを知るために行っていたような気がするな。もちろん結局はあまり意味がなかったわけだが。そんなことないですよ。って大学に行ってたんですか？あ、そうですね。確かに前に行っていたとか聞いたような気がしますね。そうだったな。ティーダと話が早い。あ、そうですか。そこで俺はセスと知り合ったんだ。え、大学でですか？そう。やつは頭がよく、なぜかはわからないが、俺とよく気が合った。アランさんと気が合う人って珍しいですね。で、別にアランさんが変わってるって言っているわけじゃないですよ。それを言っていると言うんだよ、バカ。バカって言わなくても。まあそれはいいとして。確かにやつは珍しいやつだった。だが今の俺に表と裏があるように、彼にも表と裏があった。それが厄介な組織の人間という顔だった。厄介な組織？名前はお前に言ってもわからんから言わない。だがその組織は有名な黒い人材派遣会社につながる一つの末端でもあった。それって。そう、考えいいな。それは今の俺がこういう仕事をするきっかけとなったところで、そしてモーリスがその中の人間だ。それを知っていれば賢明な人間なら近寄らないだろう。だが俺の組織のやつらは無謀にも近づいていった。なんだろうな、おこぼれに預かれるとでも思ったのかもしれない。それで？それは全て俺の知らないところで行われたことだった。やつらは姑息な頭だけは働くらしい。狙いをつけたのは直接の人間じゃなかった。狙われたのはキリエだった。キリエは誘拐されセスに要求をした。まあそれが何だったかは覚えていない。辛い注文だったはずだ。だがセスは妹をこの世で一番大事にしていたので、それを全部聞いてやった。バカなやつだ。それで済まないことくらいあいつは知っていたはずなのにな。そうして俺がようやくそれを知ることになった頃にはもうかなり手遅れだった。手遅れって？セスがキリエの場所を探し出した時には彼女はひどい怪我をしていた。暴行を受けたようだった。かわいそう。セスは怒りそこにいた人間に復讐した。一人残らずセスは許しはしなかった。そしてセスはキリエを連れて帰り病院に入れた。それからキリエはあの病院にいる。そうだな、もう5年以上前のことだ。じゃあアランさんがセスさんを殺したっていうのは？それはこれからだ。だがちょっと休憩しよう。喉が渇いた。そこで問題は終わらなかったのが、セスは組織の情報を彼らに流してしまったからだ。それはどの業界でもそうだが、情報の漏洩というのは罰を受けるに値する罪だ。セスの立場がどうあろうともそれは変わることはない。だからセスは組織からも狙われることになったというわけだ。アランさんはその組織にはまだ入っていなかったんでしょ？そうだ、まだ入っていなかった。じゃあなんでアランさんがセスさんを殺しちゃうようなことになるんですか？変ですよ。変だよな。実際に変なんだ。俺たちはあの時からキリエの変わり果てた姿を見た時から変になったんだよ。セスが言ったのはこうだった。俺は組織には殺されない。殺されたくない。お前が殺してくれ、アラン。そんな。セスとキリエは信仰に厚かった。だから自殺はできないし、しない。だからその代わりとなる役目を担うことになったのが親友でもあり敵でもあった。俺というわけだ。あれは暑い夏の夜だった。道端で鳴く虫の声がうるさかったのを覚えている。あれはスズムシだったろうか。俺たちは誰もいない教会に入り祈った。どれくらい祈っていたかはわからない。結構長い間だったような気がする。顔を上げた時にはセスは妙に晴れ晴れとした顔つきをしていた。セスはこう言った。キリエのことは頼むってな。俺はうなずいた。そしてその後俺は彼を殺した。即死だった。その時使った銃がこれだ。これで話は全て終わり。何か質問はないかな。あ、いえ、ありません。マッシュだ。わお。ねえハランさん。マシューも連れてっちゃダメかな。それはマシューに任せよう。マシューは分かんないって。分からんぞ、この猫は。ドアをベルで開けるやつだからな。マシューはどっちがいい？マシュー、にゃーじゃわかんないよ。いい、それは無理だ。レーニエさん、レーニエ、パレルモさん。レニエ、言いたいことがあったら先に言えばいい。パレルモさんから。でも、あ、そうか。じゃあこっちから聞くけど、いいか、イレニー。はい。でも、もしそれが私の正体が何っていうことでしたら、正直自分は君が何であっても構わないんだ。例えば金持ちのお嬢さんで結婚から逃げているとか、女詐欺師で俺を騙そうとしているとかな。別に何でもいいんだ。違うんです、違うんです。何が違うんだい？違うんです。私の正体はそんな生優しい、そんなものじゃないんです。そんなものじゃ。君の正体、生優しくない。そしてそれを知ればきっとあなたは。でもレイニエ、言ったはずだ。姿形、性別、年齢、立場、地位、そんなもので自分は判断して君を置いているわけじゃない。自分は君という意志、存在が好きになったんだ。君は面白い少女だよ。自分が思っているよりはるかにね。だけど君は自分の正体という殻に閉じこもっている。俺たちは気にしなかった。気にしていたのは君だけだった。それは君も今となったらわかるだろう。だからもし俺を信じているなら言ってごらん。私はあなたたちとは違います。あなたたち？それは誰のことだい？あなたたちとはその道端を歩く人、駅で新聞を売る人、盗みを働く人、そしてパレルモさんたちを含むあなたたちのことです。それは一体。私はあなたたちとは違う存在です。空から来るもの、死者の案内人、魔術師の守護者、古来からさまざまな呼び名を持つものです。そしてそれは彼女フランチェスカも同じです。フランチェスカ、彼女か。そう、私と彼女は同じ。でもあなたたちとは違うんです。パレルモさんと私は違うんです。パレルモさん、わかりましたか？私が。それはわかったって顔ですね。私はその顔を見たくはなかったんです。でもフランチェスカとの約束、いいえ、もう自分の心をごまかすことなんてできないんです。パレルモさんが好き。パレルモさんが好きなんです。父さん、もう引き離していいですよ。私これからエルモさん。レーニエ、俺の言った言葉を信じられなかったのか？君は自分自身の秘密に目が曇ってしまったんだ。だから希望と絶望を履き違え、俺の言葉を、その意味の全てを理解できなかったんだな。アレルモさん、君が何で降りてきたか、そんなことはわからない。だけどこれだけは言える。もう一度言ってやれる。俺は君が何であろうとも構わない。アレルモさん、君は苦しむ必要のないところで苦しんできただけなんだ。セス、久しぶりだな。今はアランというのか。セス、いや、お前は誰だ？セッサ。それは嘘だ。生きているわけはない。あの時俺はお前を撃った。間違いなく即死だったはずだ。そうだな。あの時俺は死んだ。確かにお前はいい腕だったな。最高の腕だ。近づくな。それ以上は。待て、アラン。いや、それでもいいかな。実に手っ取り早い。アラン、俺はセスだ。嘘だ。もしかしたらそうかもしれない。そう、あの時のセスとお前と出会った頃のセスが必ずしも同じでないように、今のセスもまた違うといえば違う。このセスはあることから再び蘇ったのだ。映画の見過ぎだ。墓から蘇ったとでも？いや、この体は作り物だ。彼女が作った。だがあの時と同じ構成だ。だから同じとも言える。彼女？彼女の名はフランチェスカ。フランチェスカ。彼女は自分たちとは違う存在だと俺に告げた。そして協力するなら一つの願いを叶えようと。魔女だな。死人を使うか。いや、彼女はそれと正反対。いや、これは関係ないことだな。つまり彼女と俺はそうして契約を結んだんだ。俺はある願いを叶えてほしかった。キリエか。そうだ、キリエを再び目覚めさせること、それが俺の願いだった。すべての忌まわしい記憶をなくし、まっさらな体で起き上がること、それが彼女に言ったものだ。恐ろしい願いだな。だがそんなことが本当にできるのか。そいつは一体何なんだ。彼女は空から来たもの、星を見るもの、死者の案内人、魔術師の守護者、そんな呼び名があると言った。それは。そう、彼女は昔の言い回しをすれば、そうだな、父に仕えるものといったところか。多分そうだろう。彼女は片割れを探しに来た。彼女と共にいた片割れ。そしてさっきその再会を果たした。残念ながら彼女の願いは叶わなかったようだがな。ではお前の願いは果たされないのか。彼女は契約を必ず守る。おそらく明日にでもキリエは目を覚ますだろうと彼女は言った。妹は元に戻ると。それじゃお前はどうなるんだ。これからキリエと生きてく。そんなことができるのか。いや、それはできない。ではどうするんだ。今日お前に来てもらったのはそれなんだよ。何？アラン、もう一度お前に頼みたいのだ。あの時と同じ願いを。先生。そしてできればキリエのことも頼みたい。あいつはお前が。それは無理だ。俺にはもう。そうか。全てはうまくいかんな。先生、なぜ俺がまたお前を殺さないといけない。なぜまた。なぜまた俺なんだ。あら、お前はあの時俺を後悔しながら殺した。俺にはそれが分かった。今度は後悔せずに殺せ。今のお前ならできるはずだ。自分の中の何かを見つけたお前ならな。セス、セス、お前は本当に死ななければいけないのか。お前が殺さなくてもあの子が殺しに来る。あの子、フランチェスカというやつか。ああ、いい子だ。キリエに似ている。不器用なところも全部な。セス、俺はあの子には自分を手にかけさせたくないのさ。実を言うとそれが一番の理由だ。お前の傷を癒すためとか、そんなものは後で付け加えたものだ。なあ、アラン、バカバカしいな、世界は。ああ、十分にバカバカしい。だからまだ生きていける。なあ、アラン。お前の決めた子はどんな子だ？跳ねっ返りさ、バカで一人ではしゃぎ回って自分の傷には気づかずに踊る道化さ。お前がそう他人を評価するのを初めて聞いたよ。そうだな。昔お前が言っていた文学論を思い出した。道化が一番好きだとお前は言っていたな。あの空に浮かぶ星を取ろうとする道化の話だったか。あの話を思い出したよ。そうか、そんなことまで覚えているなんて死人も暇だな。全くそうだな。さて、朝日がもうすぐ出てくる。それまでに頼むよ。死体は残らないとさ。気にするな。気にするわけないだろう。ああ、それじゃ。ああ、アリベデルチセス。今度会うのは結構先だろうがな。それじゃあな、アラン。またいつか。